どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが7月1日木曜日の試合前なんですけれども、今日からタイガースは7月の戦いで6月は基本的にね、投手陣が踏ん張って勝つという流れも多かったので、7月は打線の爆発というところに期待したいわけなんですけれども、その打線の起爆剤として一番に考えたいのがロハス選手ですよね。で、このロハス選手に関しては、いつどのタイミングで上げるのが一番適切なのかっていうところを考えられているということで、まあ、今回の動画では、僕なりにいろんな観点から見ていって、ロハス選手はこのタイミングで上がってくるんじゃないかっていうね、まあ、いろんな外国人枠の問題であったりだとか、野手の状態、そういったものを見極めていきながら上がるという形になると思うんですけれども、まあ、適正な昇格時期について、この点について深掘りしていきながらお話ししていきたいなと思います。ということで、早速お話をしていきますけれども、まず現在のロハス選手の状態、そして状況ですよね。まあ2軍でどんな成績を出しているのかとか、まあ今の状態についてお話をしていこうかなと思うんですけれども、まず直近の試合で言うとね、6月の30日のカープの2軍戦で、来日初の4安打を打ちました。まあ1打席目にタイムリーヒットを打って、で、その後3回、5回、7回、全部ね、こう単打ということで、まあこれは今までのロハス選手になかった状態なんですよね。まあホームラン1本打って、で、フォアボール1つ選んで、まあ3の1、4の1でホームラン1本っていう試合もね結構あったんですけれども、まあ、マルチ安打固め打ちっていうところまではなかなかいかなかったんですが、まあ、いきなり4安打という形でね一気に固め打ちました。で、平谷軍監督がこのロハス選手についてコメントを出してるんですけれども、やめられない、止まらない、カッパエビ戦、久しぶりのカッパエビ戦だな、どうにも止まらない、どうにも止まらない、やめられない、止まらない、カッパエビ戦っていうね、まあ、平谷軍監督らしい、コメントなんですけれども、まあ、その後ね、まあ、ちゃんとしたコメントというか、ホームラン狙いや大振りじゃないから、そういったところでコンパクトに状態が非常にいいし、また打球が上がれば大きいのも出るけど、今は大振りしてどうのじゃない、荒いバッティングしがちだけど、そういうところが今はないよねというコメントを出してるんで、まあ、とにかくね、ロハス選手に関しては、謙虚に、そしてね、もう着実に状態を上げてるっていうところなんですけれども、自身で今の状態について、ロハス選手がね、コメントを出しているんですけれども、最近はずっと調子がいいなというのが正直な感想だよ。すごくいい状態でバットが触れていて、ヘッドが走っているなというのをすごく感じるっていうコメントを出しているわけなんですけれども、まあ、一軍ではね、やっぱり来日してから21打席連続無安打、まあ、タイガースのね、外国人のワースト記録をもう更新してしまった形になるわけなんですけれども、まあ、来日して2ヶ月が過ぎて、まあ、今がやっとこう開幕というかね、こう普通にキャンプから考えていけば、まあそれぐらいの時期になってくるということでね、まあやっとこう体も温まってきて、今のいい状態になってるのかなというところなんですけれども、野球が大好きだからね、不調の時もあるけど、そういう時も上を向いて楽しく野球をすることを忘れていない。今はメルロハスという本来の自分に戻ってきた感じだね。特別に何かをしたというよりも、自分の感覚を取り戻してようやく準備ができたという感じだよってコメントを出してるんで、やっぱりこう準備不足というか、なかなか体を作りきれてなかったっていう風なね、まあコメントを出してるわけなんですが、まあ大振りしてしまうと空振りであったり打ち損じが増えてくる、コンパクトスイングでもフライは上がるし、いい当たりはできる、その辺はパワーがあるから気にしてないよっていうね、やっぱりこう韓国でね、しっかりと成績を出してるっていう部分は自信にしてると思いますんで、で、平谷軍監督と同じようなコメントで、とにかく大振りはしないと、で、まあ、コンパクトに振ってもしっかりホームランにできるパワーは自分は持ってるよというコメントなんでね、まあそういうところはね、今後の2軍の成績っていうのも期待していきたいところなんですが、まあ現状の2軍成績っていうのを見ていくと、30試合で打率が2割6分4厘、91打数24安打で、ホームラン7本、20打点、盗塁が4つで、出塁率が3割7分6厘ということでね、やはりここ最近ヒットやホームランだけじゃなく、しっかりフォアボールを選べているっていうところも、この出塁率にまあ直結してると思うんですよね。まあ打率より1割1分ぐらい高くなってるわけですから、まあこの辺はいい数字ですよね。なのでしっかりとこういう固め打ちっていうのが出てくればね、まだまだ打数が少ない分、すぐに3割、まあ優にね、超えてくる可能性もあるんじゃないかなということで、確実に上向きと。で、タイガースだけじゃなく、他球団の2軍担当者、これドラゴンズなんですけれども、ドラゴンズの2軍担当者のコメントで、来日直後に比べて、バットの振りは格段に良くなっている。今なら1軍でプレイしても相当打つんじゃないか。うちではあの年俸を支払うのは無理だけどねっていうね。やっぱりこうドラゴンズはね、なかなかこうお金を支払えない部分っていうのはあるので、まあ厳しい年俸かなというところなんですけれども、まあタイガースからすれば、まあ現状ね、まあ2軍で、まあ2億円以上の選手を抱えてるっていう風な状況になってるわけなんですけれども、まあ、必ず一軍の戦力になるタイミングっていうのは絶対にあるんでね、まあ、1年間必要ない選手っていうのは絶対にいないと僕個人的に思ってるので、必ず適正なまあ昇格時期っていうのがあるとは僕は思ってるんですけど、ここでちょっと一軍の打撃状況っていうのを見ていきたいわけなんですけれども、やっぱり6月どれだけね打線が苦しんだかっていう部分をちょっとお話をしていくと、3月4月のチーム打率が2割5分9厘、5月が2割5分5厘で、6月は2割4分8厘なんですよね。まあ、ちょっと一部ぐらい下がっていると。で、ホームランの数に関しても3月4月
4月が31本、5月が22本で、6月が17本ということで、まあ打点とか得点とかっていう部分は、まああまり変わりはない部分はあったりするんですけれども、まあやっぱり打率、そしてチーム的にもホームランね、やっぱ今シーズンのタイガースって効果的なところでホームランが出て、勝つっていう流れも非常に多かったですからね。なのでそういった意味合いでは、ちょっと得点力が失われてるかなっていうのが、まあ現状のチーム状況で、で、その核となっていたサンズ選手ね、まあサンズ選手に関しては、シーズン打率で言うと、現状2割7分9厘、ホームラン13本でね、しっかり成績を出しているわけなんですが、6月っていうところと限定していくと、打率が2割4分7厘で、ホームランが1本なんですよね。なので、この辺で、ちょっとコアとなるね、選手、そして打順を打ってるサンズ選手が、まあ状態があまり上がってきてない、ちょっと落ちたっていうね、5月は3割2分4厘ありましたから、まあなので、そういったところも、ちょっと得点力に結びついてるのかな、という感じがするわけなんですけれどもね。ただ、冒頭でもお話しましたが、6月のタイガースっていうのは、打撃よりも投手陣、まあ特に先発投手がね、頑張って、チーム防御率っていうのが、6月 2.88 だったんですよね。3月、4月のチーム防御率が 2.74、そして5月が 4.18 で、6月が 2.88 ということで、まあ5月はね、まあしっかり貯金を作れた部分っていうのは、打線が踏ん張ったっていうね、まあ防御率が1点台ぐらいね、6月に比べて高いわけですから、打者陣が頑張って、で、6月は、まあ投手陣が頑張って、ある程度打者陣を支えたっていうね、まあそういう構図ができてるわけですから、まあ投打で支え合いながら、まあ6月全体で貯金2つ作ってますからね、まあこの辺はあまり意識しなくてもいいのかなというところなんですけれども、やっぱりこのロハス選手を上げるっていうことになれば、まあ外国人枠を考えていかなければいけないわけですよね。で、野手で言うと、マルテ選手がしっかり状態が上がってきて、そしてサンズ選手もちょっと状態が落ちてるんですけれども、まあそれでもすぐにね、こうスタメンを外すとか2軍に落とすとかそういう状況ではないと。で、やっぱりピッチャーの外国人枠っていうのを考えていたときに、まあどちらの先発投手も外せないわけですよね。で、アルカンタラ投手に関しては、昨日の登板でも勝ちはつきませんでしたけれども、まあ6月ね、防御率は1点台というところで、まあしっかり日本の配球、梅野選手との息が合ってきたようにもね、個人的に感じますし、緩い変化球でカウント取ったりと、まあだんだんこう日本の投球に慣れてきてる感はあるんですよね。で、ガンケル投手に関しても、まあ、今日先発ですけれどもね、まあ、9試合投げて防御率が 2.10 で6勝0敗ですから、もうタイガースの勝ち頭ですからね、まあ、当たり前のごとく2軍に落とすっていう選択肢はないと思うんで、まあ、アルカンタラ投手、ガンケル投手を、まあ、落としてまでね、このロハス選手を上げていく状況というのは、まあ、今の2軍の先発状況を見ても考えづらいわけなんですけれども、ここからちょっとね、適正な昇格時期について、まあ、先発もね、すぐに落とすっていうのは考えづらいですし、まあ、野手もすぐに落とすっていうのは考えづらい。やっぱりこう、外国人枠っていうのはね、まあどの球団もぶち当たるところだと思うんですけれども、まあ、特にタイガースっていうのは外国人選手8人いますからね、どうしても大きくぶつかってしまうところなんですが、まず結論から言うとですね、7月の7、8、それぐらいからこのロハス選手を上げるということであれば試せる時期になってくるんじゃないかなと思うんですね。というのもこの理由をちょっとねご説明していこうかなと思うんですけれども、こちらねタイガースの7月の今後の予定なんですけれども、今日スワローズと戦ってカープ3連戦で、またスワローズ3連戦、ジャイアンツ3連戦、ベイスターズ3連戦と、なので残りが13試合あるわけなんですけど、まあ、なんで7、8以降なのかっていうところなんですが、7日のスワローズ戦の水曜日ですね、ここがおそらくアルカンタラ投手 で8日がまたねこうガンケル投手っていう流れになると思うんですけれども、ここでね外国人枠を一つ削れる可能性があるわけですね。というのも、まあ、先発のローテーションの再編というところは必ずありますから、で特に木曜日投げるガンケル投手に関しては、まあ、他のね試合の曜日等も見ていって投げない可能性が非常に高いと、ということであればロハス選手を上げて、まあ、ガンケル投手との交代でね1軍に上がってくる可能性もあるわけですね。で、この7月の7日8日であれば、ある程度ね、こっからサンズ選手の状態の見極めっていうのもできるでしょうし、で、その状態が上がりきらないのであれば、まあ、思い切ってベンチで休ませるっていうこともできますしね。まあ、ただジャイアンツ戦大事なところで上げるのかっていう声もあると思うんですけれども、まあ、ジャイアンツ戦だからこそね、思い切るのもありなのかなと個人的には思ったりしますし、まあ、ロハス選手がね、サンズ選手以上のペースで、まあ、2軍でね、しっかりと成績を出す明るい材料を出し続けるっていうのが、まあ、最低条件になってきて簡単ではないんですけれども、まあ、いろんな条件を考えていった時に、まあ、サンズ選手の状態というのも、まあ、あと5、6試合ぐらい見たい部分もありますし、で、先発ピッチャーを落とせない。ただ、まあ、他のね、残りの日程というのを考えていった時に、もう少したらオリンピック休みに入ると。で、アルカンタラ投手、ガンケル投手の、まあ、再編というのもね、まあ、残りの試合数の関係で可能になってきますから、まあ、それらを考えていった時に、この辺でね、ロハス選手を試して、まあ、5、6試合ぐらい一軍で使えるところもありますから、まあ、なので、もし上げるということになれば、この前半戦中に上げるのであれば、この辺の時期かなと個人的に思いましたね。まあ、そう
は言ってもなかなかね、1軍で状態が上がりきらず2軍に落として、で2軍でもまだ3割打ってないという部分がありますから、もう少し状態を上げてほしいところなんですけれどもね。まあいろんな考え方ができると、大山選手をスタメンから下げてロハス選手もありですし、まあサンズ選手を下げてロハス選手っていうのもありですからね。まあいろいろこう守れる選手っていうのもたくさんいますから、佐藤選手を内野で使ったりとかね、まあいろんな考えもできる中で、矢野監督がどんな采配を下すのか、どのタイミングで上げるのか、この辺注目して見ていきたいなと思います。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者1万600人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せチャンネル登録者1万1000人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホー、ありがとうございました。必ずこのロハス選手が必要になるタイミングはあると思います。それがいつになるのか、この辺の昇格時期にも注目です。ではまた。